地図ナーランダ大学は、インドビハール州、ナーランダ中部にある427年に建てられた、世界最古の大学の一つ。北部インド仏教の最重要拠点であり、後期以降は、ビクラマシーラ大学等と共に、インド仏教が終幕を迎えるまで、それを支えた。ナーランダ総院、ナーランダ大総院、ナランタ寺とも。ナーランダは、レンのある場所という意味。レンは、 知恵の象徴であるため、知恵を与える場所、知恵を授ける場所と解釈される。また、現状三蔵は、大東三意危機で、セムイヤ、という意味にとっている。この場合は、惜しみなく与えるところ、あぐまず、授け続ける場所という解釈になる。ゴータマブッダが訪れ、パヴァーリカと呼ばれる、マンゴーの小立ちの下で説法した。仏教を学ぶ重要な場所となり、 一万人までの人が滞在した。チベットの記録によると、インド仏僧流樹150から250年頃が講義を行ったとされるが、グプタ朝時代にクマーラグプタ一世によって大学ができたと思われる。645年に、有意識派のシーラバドラは、現状三蔵に有意識を伝え、現状は657部に及ぶ経典を中国に持ち帰った。 761年に、中願派のシャアンタラクシタが、チベット仏教を起こし、774年にはニンマ派の、カイソ・パドマ・サンババが密教を、チベット仏教にもたらした。サムイエーデラの修論では、インド仏教のカマラシーラと、中国仏教のマハーヤーナが、宗教論争を行い、チベット仏教の方向性を決定した。年に、ナビキカの将軍、 ムハンマド・バンフティアール・ハルジー率いるトルコイスラム人の侵略によって大学は破壊された。インド仏教の衰退はグプタ朝時代から始まっており、イスラーム侵入以前にはほぼ衰退していた。イスラーム勢力によるナーランダー大学の破壊は、インド仏教の滅亡を決定づけた。1957年、中華人民共和国の周オンライ総理によるインドの ジャワハルラール・ネルー首相への提案で大学に現状のシャリが分骨された。現在ナーランダには人は住んでおらず遺跡が残っている。バラガオン村が近接。現在ナーランダ全地域を衛星写真で記録する作業が行われている。ナーランダ博物館には発掘された写本、遺物などが展示されている。現在ナーランダの名は三つの学校と修道院に付けられている。 ビハール州、スリランカ、トロント、フランスの修道院にも、ナーランダーの名前が使われている。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。シンナーランダ大学の建設は、ナーランダ大学復興構想と呼ばれる、インドの国家プロジェクト。シンナーランダ大学は2014年9月1日、800年の時を経て、 授業を再開した。40カ国の1000人の申請者の中から15人を募集して、新学期を開始した。ナーランダ大学の副学長よると2020年までに、大学院を7つ設立して、科学、哲学、心理学、社会学科を開設する予定である。現状ボネ移りとも、インドナタジ。天津市文化メディア局。2018年3月13日閲覧。 ナバ・ナーランダー・マハー・ビハラ、ベハール・ステート、インディア・ハット・ナーランダー・カレッジ、スリランカ・ハット・ナーランダー・カレッジ、トロント、カナダ・ハット・ナーランダー・モネステリ、ラベア、フランス・非国家、非営利、非宗教の自立した国際的学術組織を設立するというインド政府のイニシアティブによる構想。参蔵法師の母校が800年ぶりに授業を再開、新華ニュース、中国ビジネス情報、 2014年9月2日。オリジナルの2016年3月5日。時点によるアーカイブ。h <th> t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 6 0 3 0 5 0 4 3 3 4 6 h t t p w w w x i n h u a x i a j p s o c i a l 4 5 6 0 2 ありがとうございます。